片手のバックボレーについて解説します。まず軸足となる左足でバック側に体を少しひねった後、ボールを引きつけてインパクトを迎えます。打球方向にラケットを送り出すようにしましょう。バックボレーはフォアボレーとは違い、ラケットを持っている方の肩が前に来るので、しっかりと引きつけることを意識しましょう。ラケットを準備させる際はあまり大きく後ろに振りかぶりすぎないことも注意していきます。ラケットは極端なダウンスイングにならず、フィニッシュもネットの白帯の上に残すような形を意識してみましょう。左手は反対方向に伸ばしながらバランスをとっていきます。打点前を意識しすぎると体が前のめりになってバランスを崩してしまいやすいので、引きつけることである程度上体を起こしておくことも気をつけていきましょう。両手のバックボレーについて説明します。飛んでくるボールの軌道の高さにラケットを準備して打球方向にフォローするフィニッシュをしていきます。しっかりと引きつけることがポイントです。次は下半身を中心に見てみましょう。飛んでくるボールの後ろに軸足となる左足をセットして、バック側に体を少しひねり込みます。その後はインパクトのタイミングに合わせて右足を打球方向にステップインしていきます。インパクト面がラケットの後ろから見えるような位置でボールを取れるのが理想です。そのためにテイクバックであまり大きく振りかぶりすぎないように気をつけていきましょう。打点の前を意識しながらもあまり打ち急ぎすぎて体が前のめりにならないように気をつけます。しっかりと引きつけ、ある程度上体が起きている状態で打てるようにしていきましょう。